よし、やるか今日も。どうしたん先生。あ、こんばんは。どうもどうもどうも。世界にはうまく説明できないことっていっぱいありますよね。確かに。昔の人はそれを魔法や奇跡と呼んだりしました。なんか、いい話臭い。こうして動いている私なども。昔の人から見たら魔法や奇跡と思うのかもしれませんね。はい、じゃあ始めましょう。なんかいい、すげえいい話から始めるじゃん。めちゃくちゃいい話だった。確かにな。こうゲームとかもさ、昔の人から見たらもう魔法よ。え、柔らか頭で体ムキムキ憧れるな。せっかくなんか奇跡みたいな話してたのに。いや、まあいいけどね、体ムキムキもね。今日はどうやって頭をほぐしますか。そうだね、ちょっとストレッチのさ、やってないやつやりたいよね。暗い、あ、推測写真。あ、いいね、いいね、いいね。あ、これなんでしょうってやつだ。何の写真？早く分かったらすごい、分かった。じゃあ、なるべく早く分かった方がいいんだな。変える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 。え？何？鹿か？キリンか、キリンか、キリンか。はいはい、分かった分かった。反転で分かったわ。クマ、ホッキョクグマ。すげえ、いいペース。え？あ、シマウマ、これ、シマウマ、シマウマ。体がシマシマ。これ、犬じゃね？これ、犬だな。犬でしょ！鹿か？判断早すぎ？これ、牛でしょ？牛。バッタではない。これ、ヒョウっぽいな。よし！すご。え？イルカ臭くない？イルカ種。ウサギ。すげえ、すごい。猫だな。さすがに雑すぎた。いや、今猫の空気を感じたのよ。リスじゃね？え？リス。無茶すな、無茶はしない。最後なんだったあれ。わあ、ちょっと途中無茶しちゃったかな。うわ、もう一回やりてえ。くそ、あんまり400は超えた。とりあえず金の量りメダル1。ちょっともう一回やらして。これなんじゃねえかなって一回思ったらそう思っちゃうというか、なんかあるじゃん。え、腸ではないな。消去法でいこう。ダチョウくせえ。ダチョウ臭がすごい。え、パンダ。え、なんだ。パンダ。うわ、そこわからんて。目だな、目。ウサギの目じゃない。うっそー。え、犬っぽいな。あー、かわいい。あら、かわいい。え、魚じゃないな。ゴリラじゃない。あ、ヒョウだ、ヒョウ。トラー。トラとヒョウってどう違うん。ちょっと待って、もう一回やりたい。トラ。よし。帰る。ちょっともう一回、もう一回。いや、更新したけど。記憶。逆さ記憶やってみる？順番を覚えて逆さに答えて。わかった。いや、1、2、2、1だったら1、2ってことね。オッケー。逆さに答えます。2、3、2。え？馬、ライオン。ライオン、馬。なるほど、そういうことか。ブラーアラブ。なるほど。サイニイイニイサイニイサ。笛ハーモニカピアノ。むずイイ335ゴササイイイウイウウア。なんでできてるのかわからん。ふしふぎぎぎぎぎふしふ。おお、しばばしばばふふふふばばし。ふふばばし。よし、いいぞ。1000いける。パフ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 。よし、いいじゃん。結構すごくない？これいいぞ。うわ、1000いけそうだった。惜しい。あらららららら。柔らか度が800超えてます。やった、これ星3でしょ。やったー。これ完璧だったわ。
でもちょっと並びが簡単だった説もちょっとありそう。結構並んでくれたね。なんか分析早打ちクイズむずそう昆虫これみたいな。昆虫とかわかるかな。まあ、昆虫以外も多分あるんだろうね。動物みたいな。尻尾がある牛じゃない。動物、虫。乗り物、車。足が4本。象。植物。なるほど、2個あんだな。はいはい。土の中にできる。やべ、知らない。玉ねぎ。足が6本。テントムシ。エンジンで、ジェット機、ジェット機。猫は、そうだな、違うな。大きい方から4番目、イチゴ。鱗がない。豚。早い順。こう、こう、あり、あり。オッケー。足が2本。ペンギン、ペンギン。よし。生き物、ゾウ、アヒル。土星も生きている。土星も生きてる。うん。遅い順。ナマコ、こうか。オッケー。植物。まあ、大体植物だろ。接触動物とか難しいこと言うな。いや、むず軟体動物。軟体じゃない。軟体ってなんだっけ、軟体ってなんだっけ。いや、柔らかいんだけど。うーわー、難しかったな。軟体動物ってパッと言われて、イカとタコぐらいしか出てこないわ。でも、まあまあまあ、よかったよかったよかった。よしよしよし。なんとなくの感覚でいけたな、なんかちょっと。答えを思い浮かべながら、声に出すのってめっちゃ難しい。めちゃくちゃ難しい。じゃあ数字やるか。うわ、足し算積み木とか面白そう。合わせた数、どうこっちゃねん。でもこれ説明見てもわからん。3と1で4になるねって話か。うわ、これちょっとやりたい。パネルを2つ、パネルを2つ選んでお手本と同じ数にして。だから4だと3と1を選んで4にするっていう。2選んだ時点でもうダメなんだね。オッケーオッケー。ちょっともうすげえ真剣にやろう。3、1だね。5だから2、3だね。4、1。2、2。1、3。はぁ？ちょっと待って、ちょっと待って。こうか。むず。1、2、3。いやいやいや。ん？こうか。むずいむずいむずい。話がだいぶ変わってくる。めっちゃ遠目から見たい。こうか。むずっ！ 8。あ、こうか。8だから、これっぽいな。こうか？あ、よかった。あり。ありーこれ、黙るって、これ。これは黙っちゃうよ。あ、でも、うわーこれリベンジだなー、ちょっと。はかりメダル1だけど。なんか、並んでないと一気に話変わってくるね。これどう考えるのがいいんだろうなー。めっちゃむずいわ、これ。8。8。7。7。9。9、9？ こうか。はいはいはい。7。7。はいはいはい。24か。そんな。あ、こうか。こうじゃん。もう今目がまんまる。目がまんまる。ダメだ。むずいむずいこれはむずい。だって、いや、なんか更新したけどなんか負けた気がする。まあ勝ち負けはもちろんないんだけど、自分自身との勝負なんだけどね。うわ、悔しい今の。わかりそうでわかんなかった。足し算積み木もしよう。足し算積み木も。同じ数字になるようにいらない積み木を飛ばして、いらない方を選ぶんだな、次は。オッケー。
4って出たら1と3みたいな。6、あ、1飛ばす。3。あー、はいはい、2個飛ばすこともあるのね。4、こうか。9、こうか。あ、はい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 。11だ、こうか。15、こうか。8、こうか。うわー、ちょ、今違うんです。マジで今違ったんだって。4って無理じゃね？あ、全然できるわ。19、こうか。13だから、こうか。21ですって。こうじゃね？ 16！ こうか。15！15？ ん？ 15？ 今15できた？まあできるんだろうな、きっとな。うわー、うわー、あと9点で600。惜しい。ちょっと、もう一回。あ、こうか、こうか。あ、あ、こうか、ここ、はいはいはい。30。え？こうか、はいはいはい。18。こう、こう、こうか。なるほどね。こうだな。あ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。マイナス8、そんなんで。でも、そんな。よし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 。19、あー、まあ、いや、いい。マイナスも出んだ。なるほどね。よっしゃー、やり直してよかった。星3。いや、これ、星3取れる瞬間がマジで気持ちいい。いや、嬉しいわ。ミス0ってところもポイントだね、これ。何のアイテム？お、いいじゃん。ちょっとシルクハットかぶろう。ちょっと。まあまあ、似合ってる似合ってる。なんか頭に乗ってる。かぶってるというより頭に乗ってるみたいな気がするけど。あ、これなんか前の、あれでやったな。柔らか頭軸で。ちょっとこれやってみるか。レールつなぎ。これなんかあれだよね。電車がゴールするようにレールをつなげてっていう。そのレールの向きを選んでゴールまでつなぎようっていう。まあ、同じ説明だけど。つなげるぞ。まっすぐ。パーン。左曲がり。パーン。まっすぐ。まっすぐやねん。ちょっと、いや、今、ちょっと待って。左。パーン。右。パーン。まっすぐ。パーン。左。パーン。右まっすぐ、はい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 。まっすぐまっすぐ。なるほど、2個もあんだな。まっすぐ右。もう超早く答えよう。左まっすぐ。左右。右左。ちょっとすげえ真剣にやるわ。左左まっすぐ。右まっすぐ左。まっすぐ左、前、右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 、まあいい、前、前。右、まっすぐ、まっすぐ。まっすぐ、右、左。右、回んないで、回んない、回んないで、回んないで。右、左、右、左。ちょっと回るのやめよう。なんで回ったの、急に。まっすぐ、右、左。オッケー、オッケー、オッケー。よし。左、右、左、右。よし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 。いやー、惜しい !800 まであとちょっと、うわー、途中回ったなー。こいつ回りおったなー。くそー。超エリートになったらどう回るんだろう。縦回転とかしだすのかな。うわ、星2かー。あー、でもこれ好きだなー、ちょっと。ちょっとゴーストバトルやってみるか。前回もちょっとやったけども。てんつけてんて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 け。じゃあちょっと直感で勝負してみよっか。10歳小学生と僕が勝負。いやーでもね、これ10歳だからって言って甘く見たらマジで痛い目合うと思う。10歳と切り抜きアート勝負します。しかも10歳の見た目とは思えない。なんかお姫様、お女王様みたいな。これだな。30歳、大人げない30歳がすぐに答える。僕は何、早い、やべ、油断しちゃダメだ、まずい。これ、うわ、やべ、早い。10歳マジ
マジで言ってる？やばいやばいやばい。はやない？え、早くない？ 10 歳。まずい。これだ。嘘、早い10歳。嘘だ。マジで言ってる？楽しく生きる小学生。マジかよ。楽しく生きて。